夢みたい。救ったのは金太郎。最終結果上位 29%。 パチ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 。6月19日にですね、グランドアビス最後にアップしていたんですけども、最終的には47回までクリアして、1人足りなくなったので諦めましたというふうに概要欄に書いてました。で、そんなことも忘れていた頃、国猫祭が来まして、ちょっとですね引いてみましたら金太郎が出たんですね。で、金太郎のが出たことも忘れた頃、ゲーム画面開いた時にグランドアビスなんたらっていう、なんたらかんたらっていうメッセージがパッとこう出てきまして、お、グランドアビスまだやってたんだって思いまして、あ、そうだ、金太郎で10体になったじゃん、ということで足りなかった1枠に金太郎を入れてみました。ではですね、指定50層へいざ出陣。お、コンボ発動、忍法お色気の術、クリティカル発動率アップ。敵は誰が来るかな。あ、でもキノコいるし、いけんじゃない。リンプンばらまきながらレディーが来ました。なんかたまたまなんですけど、自分の住んでる集合住宅の廊下にガガネ、結構大きめのガガネ、あの通路の真ん中に横たわってまして、今どうしようかちょうど悩んでるとこだったので、レディーレラを見て思い出しました。お腹、あの確定的にもう命を失っているんであれば片付けさせていただこうかなと思ってるんですけども、セミなんかもね、あら、なんか横たわっていらっしゃるなと思って、ちょっとね近づくとね、あー、なんか分かりますでしょ、あのすごいことになるじゃないですか。大騒ぎされるとね、ガガ大騒ぎすると私が怪我をするかもしれないから、管理会社のお掃除の方がたまに来てくれてるようなので、お任せしたいと思っています。出たタマトルル出陣。ちょっとね、宇宙人に強いキャラがね、もう三玉さんに頼るしかないっていう。大丈夫だろうか。まず三玉さんがあのご存命の間、三玉さんがいる間はまずなんとか大丈夫だろうと思います。ムート行きました。消えた。残りはクオリネンだけです。クオリネン消えた。勝ちました。何パーセントまで入れたかな。あ、これ 29%。 初めてです。初めて上位3分の1に入りました。何をもらえるか楽しみに待ってます。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらコメントや
チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。